山下聞きましょうか。私、はい、山下もないろいろ忙しかったけどな、はい、女優さんとしてないろんな仕事してさ、いや着替える時間なかったんですよね。そうなんですよ、だいぶ1時間かかるんでこの設定そう、ちょっと2022年を振り返ってみるとどうですか。でも乃木中にもたくさん出させていただいて、うん、乃木中で結構今年泣いたなって思って。え、泣いた。それこそ、そういうの、なんかバレンタインでカッキーにチョコもらって、バレンタイン企画とか、ね、そうなんですよ、泣いちゃったり、飛鳥さんに褒められて泣いちゃったりとか。この間飛鳥さんのヒット祈願で私 VTR には参加させていただいてたんですけど、スタジオに入れなくって。あ、うんうん、悪口やつ違います。まあ悪口でした。違います。寝ばき船長って言われてて。寝ばき船長、寝ばき船長だって言われたんだ。寝ばき船長でよく泣けたな。そうなんですよ。でもすごいなんかその乃木坂丸の舵を切ってくれみたいなメッセージでバーって泣いて。まあでもまああれだよね、飛鳥ちゃんのあれはさ、なんつうの、愛情のなんか恥ずかしいのをさ隠す言い方というかね、そういうのが分かったわけだ。いやなんかすごいやっぱこう年々涙もろくなってくるじゃないですか。だからすごいなんか今まであんまりこう人にそういう涙とか見せる機会なかったけど、こうやってカメラがあっても素直にこう感情が出せるようになってきたなって思って、なんかそれはやっぱ嬉しかったですね、乃木中でも。そうね、いい話すればそれほどその格好がもったいないよね今。いやでも個人的にも飛躍した年というかね、うん、いや大変だろうけどスケジュールもさ、うん、いやでも頑張ってます。頑張ってるよ。一番今見た目頑張ってるよ。朝ドラも今日なんかもうね、あれちょっとこれなんか恋が始まるのかなみたいな。山下の、なんかちょっとそういう予感させるシーンでした今日。あ、そう、そういい表情してるわけ、恋する女性。あ、この人となんかあんのみたいな。あ、え、ちょっとそこ俺見てないから。やってくれんのかよ。どういう表情だったわけ。え、なんかそんなの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 。あ、ちょっとはにかんだから。やっぱその格好が本当にもったいないよ今。着替えろ早く。嫌なんですよね。それこそもう朝ドラのチームがもう皆さんもこういう番組とか見てくださってて、超嫌ですこれ見られんの。最悪。さあちょっとここで次の組まで時間があるそうなんですけど、はいはいはい、あのもったいないからなんかカラオケとかもできるみたいな。あ、カラオケいいじゃん。誰かなんかやってないチームでなんか歌う。確か雨やってないのか。で、つついあれなんかさ、はい、あれジャンピンジョーカーって、うん、いける。ジャンピンジョーカー出てる後ろ踊ってもらってちょっと行ってもらっていいかな。俺あれ好きなんだ。じゃあちょっと行ってもらっていい。なんか向こうからざわざわしたし激しいよね。いやまさかのコラボみたいになっちゃったけど。やばいのが夢のコラボ。夢のコラボ実現じゃん。いやこんなことあんのこれ。あ、いいね、豪華だね。いや超豪華じゃん。 TRF 全員出てきたけど。どっか4期楽曲かこれ。そうなんですよ、面白すぎるこれ。ちょっとね、じゃあ踊りもできる範囲で、まあ、新庄。ちょっといいね、なんか夢の中でやるみたいで。振り返ったら面白いね。ちょっとじゃあ筒井上げてって。はい、ね、じゃあお願いします。あ、いいね。あ、なんかいいじゃん。あ、いい、あ、いいね。うわあ、いいね。すげえ、いいね。なんだこれ。大人にはなるな、ねえ、調子なんか放ってオッケー、どうだっていいじゃないか。すごいな、いいね。遠く行き伸ばす。エグなんて何したいの。そのしげがつなぐせばいい。いいね。コスプレしてる人が踊ると面白いね。俺たちの世界。
かすごい面白 MV 見てるみたいな奇跡なコラボだよ。よかったよね。どうしたのこれ。めっちゃいいな。最高でした。ありがとうございます。素晴らしいね。いや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 。